中野志郎は日本の政治家。衆議院議員、国土庁長官、壁南市長などを歴任した。愛知県壁海軍新川町に中野久義、佐田夫妻の4、男として生まれる。成果は土壌や小学校卒業後の大きくに方向に出るが、13歳の時単身上京し、新聞配達などをしながら、私立豊山中学校で学ぶ。 1923年9月に同行を中退。愛知県出身のジャーナリストで、衆議院議員でもあった鈴木翔吾の紹介で、大正デでもラらし期を代表する論客の一人で、あったかや原火山の文化生となる。牛米区野来井町に移り住み、1938年3月に、東京市牛米区会議員選挙に立候補。当時、同区には三木武吉がおり、 隣の小石川区には、鳩山一郎がいたため、両者の系列から外れた区議、市議は皆無だったが、中野はどちらの派にも組みせず初当選を果たした。区議に期目途中の1942年6月、東京市会議員に初当選。戦争が長引くにつれ、警視庁は、朝鮮系の人々への弾圧を強め、また、クズ鉄商や、 古物営業の条件を厳しくしていった。中野の支援者の多くは選挙権を有していた在日朝鮮人であったため、中野は浅沼井ねじろう、本職区会議員の森金道らと大東京古物事切り商組合を結成した。同組合には朝鮮系を中心として1万8000人が参加した。1942年秋、日比谷公園でむしろ旗の集会を開いたところ、 中野は浅沼、森と共に逮捕される。東京は1945年3月の大空襲で焼け野原となり、中野が苦闘して築き上げた牛込の地盤も、運ん無償した。国政に打って出ることを決心した中野は1946年1月5日、鈴木正吾と共に熱海に住む尾崎幸夫を訪ねる。尾崎は、鈴木さんは大騎士として、 戦争予算に賛成した以上、選挙に出てはいけない。僕も同じ責任で出馬しない。中野君は出てもよろしいと即座に答えた。同年4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙に、大選挙区制の旧愛知2区から、参集の民党公認で立候補。天皇制論議で揺れ動いた、同選挙で、中野は、我、 天皇制五時の先兵たらむのスローガンを打ち出し、日の丸を描いた戦火種のビラをばらまいた。GHQ は当時日の丸の使用を禁止していたことから中野の反骨が農民の支持を集め、定数7に対し順位7位で初当選した。なお大崎は周囲の強硬な勧めにより渋々ながら立候補し、当選している。鈴木は1952年の総選挙まで、 不出は中野をげで支えた。1947年2月25日、日本農民党の結成に参加し、委員長に就任。同年4月25日の第23回衆議院議員総選挙では、抽選局制となった旧愛知4区に、同党から立候補し当選。農民共同党を経て、1952年に改新党中央常任委員となる。 1955年2月27日の総選挙では、あえなく落選。これより前、壁南市長の中村翔太郎が1953年8月に、市議会議長の奥谷一郎を、詐欺横領容疑で名古屋地検に告訴した。ところが1956年2月17日、名古屋地裁は、証拠不十分により、奥谷に、無罪の判決を言い渡す。同年2月20日、 中村は政治的責任を理由に辞職。中野は4月5日に行われた市長選に無所属で立候補し自民党の公認を得た元大浜町長の鈴木善吉を破り当選した。1958年4月25日に衆議院が解散すると3日後の4月28日に市長を辞職。5月22日に行われた第28回衆議院議員総選挙に 無所属で立候補するが、再び落選。1960年11月の第29回衆議院議員総選挙において、堀茂の労により、自由民主党の公認を初めて受け、得票数順位3位で当選し、中央政界に復帰を果たした。自民党では佐藤派副大派に所属。自民党代理士会長、国会対策委員長、衆院予算委員長などを歴任した。 1978年、第一次太平内閣にて、国土庁長官として初入閣。1979年10月7日に行われた第35回衆議院議員総選挙で11回目の当選を果たすが、現職と前職の西尾市議会議員2人が選挙違反で逮捕された。1982年に、君一当局日大受賞受賞。 1985年7月10日、渋谷区神宮前の自宅で階段を踏み外して、東京女子医科大学病院に入院。7月16日朝、足ならしをすると言って杖をついて、病院を抜け出し、やがて車で議員会館へ向かった。翌17日は、議員定数是正訴訟の最高裁判決が下る日に、当たり、公職選挙法改正に関する調査特別。 委員会の委員長であった中野は事務所に陣取ると議員や衆院事務局職員、自治省選挙部長らを次々と招き新聞記者の取材に応じた。だがこれが命取りとなる。打ち合わせ中にソファに倒れ込んだ中野は再び病院へ。翌7月17日、酸素吸入器と人工蘇生器が付けられる。観光令が講演会幹部に敷かれ、地元や 正解関係者には、交通事故による無知打ち症で静養中という説明がなされるが、7月29日に行われた、東海道新幹線の三河安城駅の寄港式に姿を見せなかったことから、渋滞の噂は広まっていった。再入院以来一言も口が聞けないまま、10月21日、急性心不全のため死去した、78歳没。中野は、 雑誌記者であった一人息子を1981年に病気で亡くしており、このため熾烈な後継争いが起こる。1986年3月19日に岡崎市出身の杉浦政権はようやく後継者に決まり、6月2日に衆議院が解散。同年7月の第38回衆議院議員総選挙で杉浦は初当選を果たした。ありがとうございます。